こんにちは、工具屋てっちゃんです。今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはこちら、クニペックスのコブラ用のカバーグリップです。はい、以前プライヤーレンチのカバーグリップは紹介しましたが、昨年の秋ですね、ついにコブラのカバーグリップが新発売されました。でも入荷したのは今年の夏ということで、発売からですね半年以上経ってやっと入荷しましたので、今日はこちらの商品をご紹介します。ポイント3つと言いたいところですけども、ポイントは1つ、コブラのここの口をですねカバーして対象物を傷つけない、保護してくれるカバーなんですね。コブラというとね、はい、掴んだら離さないということでね、ここのギザとしっかり掴むこの構造がですね、ポイントなんですけれども、やはり傷つけたくないものを掴む時もありますよね。メッキのされたナットですとか、化粧ナットとかね、メッキの丸物パイプとかね、掴む時があるかと思いますが、その時にコブラのしっかりした迫力で掴みたい、でも傷つけたくないということでね、はい、このカバーグリップが発売されたわけです。はい、カバーグリップはですね、このように上下、3セット分入ってますね。で一応ですね、トップと、はい、ボトムということで、上下ね形が違います。はい。と上にね、こんな感じでつけていただいて、下はこうと、はい。ね、こんな感じでつけていただければ、まあコブラのギザをですね保護してくれますね。はい。まあこれステンですけれども、例えばメッキのナットをね、はい、こんな感じで掴むこともできますし、丸物をね、はい、こんな感じで傷つけず掴むことができます。なので、まあコブラのこうね、掴んだら離さない、握ったら下顎が上に上がって対象物をねしっかり掴んでくれる、この機構でですね相手を傷つけないこの保護カバーということで、まあ待ち望んでいた方もいらっしゃるじゃないでしょうか。こちらはですね、250のタイプと180、そして300用の3種類になります。300がもう完売してしまいましたけれども、180、250、300と3タイプになります。コブラ自体はね150とか100とかありますけれども、カバーはこの180、250、300の3種類のみになります。そしてこちらコブラ用になりますので、87シリーズになります。87シリーズ、例えば形が似ているスマートグリップ、これは85なので似てるけどつきません。そしてよく似てるアリゲーター、ね、口似てますけども88なのでつきません。でも、はい、クイックセットタイプ、ね、これは87なのでつきます。ですからお気をつけください。コブラ用のカバーグリップは87シリーズ、ね、87のコブラにつきます。そしてコブラもですね、実は2007年にモデルチェンジしております。ですから2007年以降のタイプですね。それより古いタイプはね、ここのギザがすごい粗いんですね。粗い。粗いタイプはつきません。このようにちょっとね、細かいタイプ。はい。ここにも書いてありますね。はい、このように、細かいタイプはつきますけども、このように粗いタイプのコブラは2007年より前のタイプはですねつきませんのでお気をつけください。はいね、コブラを持っている方は是非ねこれ使っていただきたいんですけれども、先ほども申し上げましたけれども、昨年発売になってこの7月6月かなに入ってきたんですけど、すでに180と300はもう完売しております。お店でもあと数個しか残っておりません。250はね、まだありますので、ご安心いただければなと思います。次回入荷はもう9月以降になってしまいますね。はい、ですからまずはね、250持ってる方はぜひ一度お試しいただければなというふうに思います。こちらの商品はファクトリーギア各店と通信販売で購入できますのでね、よかったらぜひ使ってみてください。ということで、今日の工具屋でっちゃんがおすすめしますはクニペックスコブラのカバーグリップでした。